皆さんどうも、はっしゃーです。なるみやことと申します。初めましての方は初めまして。あー、お久しぶりでございます。何日ぶり？4日ぶりかな。あれ、いつだ。5日だから4日までやったんだ。そうだ。あ、ちょ、え、あれ、いや、ちゃーちゃん5日まで投稿してたんだ。レジ袋の日やったわ。そうだそうだ。はい、ちょっといろいろと急ないろいろありまして、ちょっと動画が撮れず、ちょっとツイッターも見ることができず、いや申し訳ないなと思いつつ、戻ってまいりました。いや、いろいろと落ち着いたので、まあね、なるみは全然体調面は全然元気だったんで、本当に安心してください。はい、元気ななるみはまたお見せできるかと思うので、これからもよろしくお願いいたします。今日は牛タンの日。牛タンやで、牛タン。そう、レモンが美味しいよね。いや、マジで焼肉さ、最初に牛タン頼んで、大体その他の人たちじゃねえ、普通だったら、本当だったらハラミとかなんかカルビとか頼んでいくんでしょ。違うの、私牛タン頼んで、牛タン頼んで、牛タン頼むの、本当に。そんぐらい結構ね、牛タンが好きだった。結構昔の話だけど、いや今も好きだよ。うん、今も好きなんだけど。はい、まあ今日は焼肉じゃないと思うけど、またいつか焼肉を食べてえなと思う、そんななるみやです。はい、今日は木曜日。お仕事の方も、お勉強する方も、何もないよっていう方も、今日も一日なるみやと一緒に強く生きていきましょう。以上、今日の毎日なるみやでした。見てくれてありがとうね。また明日お会いしましょう。バイバーイ。皆さんどうも、はしゃーです。なるみやことと申します。初めましての方は初めまして。今日は9月11日金曜日ですね。お金の日だ。今日9月11日は愛国者の日。アメリカで同時、アメリカ同時多発テロが発生した時ですね。あれが起きた時はナルミヤは本当にちっちゃかった。まあ何も知らん、ハイハイぐらいしかできんのちゃうかみたいな感じのなるみややった気がする。わかんないけど。でもテレビでなんかそれを見たのは覚えとる。あの頃は何も知らんかったから、わーすごいって思ってたけど、今なんかいろいろと学んでいろいろ知ってから、あれを見るとやっぱ違うものを感じるんだなとなるみやは思います。亡くなられた方とかに数秒間だけど、ちょっとお祈りっていうか黙祷を捧げたいと思うので、皆さんもご一緒に黙祷をしましょう。というわけで、まあ亡くなられた方たちの分も、なるみやたちは生きていかねばならんなと思う今日この頃ですね。はい、平和に生きていきたいと思う。今日は金曜日、平日の最後ですね。お仕事の方も、お勉強する方も、何もないよっていう方も、今日も一日なるみやと一緒に強く生きていきましょう。以上、今日の毎日なるみやでした。見てくれてありがとうね。また明日お会いしましょう。バイバーイ。皆さんどうも、はしゃーです。なるみやことと申します。初めましての方は初めまして。今日は9月12日土曜日、カレンダーの青い日ですね。今日は宇宙の日。宇宙ですよ、宇宙。なんだろう、宇宙か、そっか、そっか。
はい、なるみは結構宇宙が好きで、なんかね、昔時計を買おうと思った時に、なんか宇宙柄なんて言ったらいいの、時計盤が星とか宇宙とかそういう系のやつ、月とかそういうのをめちゃくちゃ好きすぎて、時計とかアクセサリーとかそういう系めっちゃ集めてた。なんかそう、マジで好きすぎて、うん、一時期ね、そう、そんな記憶ある。だからなんかあのあれ、レジンだっけとかで、なんかすごい綺麗なもん作る人がいるんだよ、うちの友達に。おーすげーと思いながら見てたな。いやー、そう、またなんか探してーなーと思いながら、はい。てか、なんで宇宙の日なんだろう、わかんねーな。なんか一般公募で決められたみたいなの書いてるから、なんでかはわかりません。あ、でもなんかスペースシャトルでなんか宇宙に飛び立った人がいるんって、1992年に。だからかな、わかんないけど、そうかもしれん。はい、皆さんはなんか宇宙とか好きですか、好きな星とかありますか、星座とか、もしあったらなんか教えてください。星空とかの写真でも送ってくれたら嬉しいかもしれん。はい、今日は土曜日、カレンダーの青い日ですね。お仕事の方も、お勉強する方も、何もないよっていう方も、今日も一日なるみやと一緒に強く生きていきましょう。以上、今日の毎日なるみやでした。見てくれてありがとうね。また明日お会いしましょう。バイバーイ。皆さん、どうもこんばんは、なるみやことです。こんな時間になるとは、誰も想定していなかったであろう。いや、なるみやも想定していなかった。いや、本当の予定は、お昼にお出かけして、9時、10時ぐらいに帰ってきて、11時ぐらいに動画あげたらなって思っとったら、ちょっと、いろいろあって、結局、帰るのが11時半ぐらいになって、やっと今、帰宅して、急いで、神頼みのアプリ開きをし、開くやんけとなり、撮っとる。というわけで、遅くなりましたが、9月13日分の毎日なるみやでございます。皆さん、今日は頑張れましたか？なるみやは、頑張った。みんなも、頑張った？かな？まあ、頑張ってなくてもね、明日頑張ればいいよね、とか思いつつ、いやもう今日だな。うん。いやでも、まあね、毎日生きてるだけで偉いからね。偉いぞよく頑張っとるみんな。はい、というわけでね、明日も今日も一日頑張ってこうね。っていうわけで、頑張るためにも早く寝てゆっくり体休めようね。というわけで、今日の毎日なるみやかっこ夜過ぎてるバージョンでした。皆さん、良い夢を。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。